ごきげんよう、ガラクタやオルトです。本日ですね、リバイスの放送がありましたが、その後にガンバライジング公式のツイッターアカウントから、リリリミックス5段の新しいレジェンドレアの情報が出てましたが、その画像をこのまんまここで使うとちょっとやばそうな予感がしたんで、今回画像は代用させてもらいます。一応ですね、リリリミックス5段のレジェンドレアのカード画像のツイートに関しては、概要欄の説明のところと、あとコメント欄に貼っておく予定なので、そちらからカード画像は確認してみてください。なかなかね、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、まずね、アイコンチェンジっていう新しいカードタイプが出てきまして、まあ、簡単に言うとカードスキャンでカードを置き直すことで、剣から銃などにアイコンを変更できて、平たく言うとシンスペクターです。では効果解説に移りましょう。1番目または2番目にカードを出したとき、ライドパワープラスにテクニカルゲージ超アップ、バーストゲージがアップ。2番目または3番目にカードを出したとき、相手全体の防御マイナス300、アタックポイントマイナス10、身代わり発生率ダウン。2人が1人になったせいで効果盛りすぎなんだよね。まあ効果盛りすぎるとどうなるかっていうのは後で言いますけど、あとカードタイプはジャマーです。で、裏面がバーストした時必殺プラス3000、スロットアイコンのアタックポイント全てプラス30、相手のテクニカルゲージを超ダウン、さらに相手にバーストしたライダーがいるとテクニカルゲージが超絶アップ、相手全体のアタックポイントマイナス10、ガッツ率超絶ダウンっていうことで、いろいろ手出しすぎて器用貧乏感が否めないんですよね。まあメタ一つで止まるよりかはマシかもしれないんだけど、現代ねスロットアイコンのアタックポイントプラス100っていうのがちょくちょく出てくるから、そういうのに比べるとなんか器用貧乏感が否めないんだよな。これどうなんでしょうかね。よければ皆さんの意見コメント欄に書いていってください。というわけでご視聴ありがとうございました。